にあの8つの要素をやらなければいけない、はい、でもしこれをミスしたりですね抜いたりするとそのたんびに減点される、そのたびなんですよね。そうなんですね、ですから選手にとっては非常にもうナーバスになる種目ですね。そうですね、非常にプレッシャーのかかる種目になります。まずカナダのペアです。ジョアンナ・プーディ、ケビン・マグアイア、女性17歳、男性21歳です。まあ、今年のジュニアの課題はですね、はい、リフトはトーラッソーリフト、それからツイストはダブルのツイスト、これはシニアと同じですね、はい、まあ、一番初めにこれがまずスロージャンプが入りますね。スローのトーループ、これが今年の課題です。まあ、無難にこなしてますね、はい、それからソロジャンプではダブルループジャンプかダブルアクセル、それからペアのスピンコンビネーション、これはまあ1回のチェンジと1回の、これはツイストですね、ダブルのツイスト。この時のポイントは女性が降りた時に男性がすぐ片足になってなきゃいけない、はい、まあ、ジャッジはそういうところを見て減点していきます。これダブルアクセルですね、2回転半、女性の回転がちょっと回転不足気味ですね、はい、これがソロスピンですね、1回の姿勢の変化と1回の足替えをしなければ、それぞれの足で5回転以上回らなければいけない、まあ、これは大変バランスの取れたスピンですね。カナダっていうのはペアに関してはもう伝統的にですね歴史のある国ですから、非常にまとまりのいいペアが多いですね、はい、このペアも非常に無難にこなしてますね。トーラッソで空中で姿勢の変化をしてますので、その分やっぱり評価されますね。まあ、ステップはどのようなステップでもいいことになってますけど、これがペアのスピンコンビネーションですね、1回の足換えとそれから姿勢の1回の変化がなければいけない、でトータルで8回転、まあこの場合は2人のスピードとかですね動きとかそういうものが対象になりますね。これがステップ、この組はストレートシークエンスをやってますね。この場合はエッジの使い方とか音楽との調和とかそういうところを見てますね。これがディススパイラル、今年はバックインサイドですね、女性がバックのインサイドで男性の周りを回る、この場合トーポジションに男性がトーポジションになっているところで1回転完全に回らなきゃいけない、はい、ジャッジはもうそういうところになってます、非常に無難にこなしてますね。減点は先ほどちょっと申し上げましたダブルのツイストのところでですね、男性の手がちょっと片足になるのが遅かった、だかそういうところですね、このペアは昨年のカナダ国内のジュニアのチャンピオンのペアです。最初の滑走者ですから全員のこう点数を集めましてね、はい、そのメディアも1台のカメラで一定の方向でしか撮ってませんから、角度によっては見えない時があるんですよ。ああそうなんですか、そのためにジャッジ の, 点数がばらつきが出たりするんです ね、もう1番から9番までって言いますとね、もうメーターにしたらそれこそ30メーターぐらい、そうですね、離れてますからね、結構横に長く見てますよね、さあ得点が出るようです。全体としてはバランスの取れたペアだと思いますね、はい、第一採点はエレメンツの得点になります。4点台が揃いました。 4.1 から 4.3 です。おそらく 4.1 の人たちは、はい、先ほどのジャンプを見てると思うんですね、ですからこれ減点見るとだいたいコンマ4から、コンマ2、3っていうところが多いですよね。そうですね、おそらくセカンドマークが 0.1 は上がってると思いますね、はい、カナダのプーディとマグワイアのペアでした。代わってロシアのペアです。
エレナ・リアブチュク、スタニスラフ・ザハロフです。女性は16歳、男性20歳です。現在のロシア国内のジュニアのチャンピオンです。ロシアも伝統ある国ですね。そうですね、ロシアは世界の舞台に出てくるときにですね、何が一番入りいいかということで力を入れたのがまずペアだって言われてんですね。ああ、そうなんですか。はい、っていうのはコンパルソリーが当時はありましたから、シングルだとなかなか大変だと。ですからペアだとコンパルソリーがない、ですからそのまま入っていけるということで、ペアから入る。だから世界チャンピオンもペアが最初なんですよね。なるほどね。ですからそういう意味ではもうペアっていうのはもうロシアのこう国にとってはもうカナダと並んでそのお箱っていうんですかね、得意中の種目ですね。ツイスト、高さといい、キャッチ、今完全にすぐにもう男の人が片足になってますよね。はい、非常にいいツイストですね。ソロジャンプ、ダブルアクセル、トーラッソー、途中から変化してサイドになってノーハンドですね。女性が手を離しましたね。これは高く評価されますね。スローのトーループジャンプ、これはステッピングアウトでこれ減点ですね。はい、キャメルスピンから入ってキャメル、ちょっとバランスを女性の方が崩しましたけどよくカバーしてますね。シットからアップライトに入って、まあ、ポジション3つありますから、これはもう非常にいいスピンですね。このストレートシークエンスもですね、リンクの端から端まで使って滑るのがいいということになってまして、短すぎると減点になってしまう。まあ、今のもうそのギリギリのところですね。そうですね、いいですね、この姿勢も後ろを見る人とか前を見る人とかそれによってポジションが違って見えるんですよね。キャメルからシットに入って足を変えてますね。全体としては非常にうまくまとめてますし、前の組に比べると流れがあってなかなかいいんですけれどね。まあステッピングアウトが欲しいですね。どうしても減点されてしまいますよね。ロシアのペア、エレナ・リアブチュク、スタニスラフ・ザハロフでした。まあステッピングアウトだと 0.2、 1人がの場合はね 0.2 っていうのは減点になりますから、もう少なくとも 0.2 はもう確実に引かれてしまう。そうですね、はい、それとスピンのペアのスピンの時に、まあちょっとペアのスピンはあれなんですが、ソロスピンの時にね、足変えた時にちょっとバランス崩したりなんかしてましたから、これはツイストですね。女性が開いて十分に両方の足が開いてなきゃいけないで、降りた時にですね片足でなければいけない、男性もすぐに片足にならなきゃいけない、まあ、このソロ のダブルアクセルはうまく飛んでましたね。スロージャンプですね、ステッピングアウト。そうですね、ここですね、ここですね。普段ねトリプルを練習するんですよね。そうなんですよね、ですからどうしてもねダブルになるとかえってタイミングが合わなかったりする時あるんですね。この組は非常にバランスの取れたいい組ですね。このペアはこの大会3年連続3回目の出場です。
去は6位、8位と来ています。あのジュニアのペアとしては非常にこう落ち着いたペアですよね、はい、もうちょっとスピードがあるともっといいんですけどね、エレメンツの得点が出ました。下は 4.5 ですが上は5点台が出ています、はい、やっぱフィギュアの得点は5点台は非常に良い、ベリーグッドっていうなりますね、はい、それで、まあ、4点台がグッド、だから、まあ、このペアはちょうどその境目ぐらい、ね、だから、まあ、ベリーグッドのちょうど入ったところぐらいの力を持ってますよね、表現力、プレゼンテーションの方は5点台が増えました、はい、やっぱプレゼンテーションの方がいいでしょうね、ユニゾン、はい、これがいいですからね、このペアの競技はユニゾンが重視されますもんね。そうですね、2人の調和ですね、はい、続いてもロシアのペアです。マリア・ムホルトバ、パベル・レベデフ、女性が16歳、男性19歳です。ロシア国内ではジュニアで第3位です。まあ、2人のこうタイプはよく似たタイプなんですけどね、ええ、やっぱりまあ、ジャンプとかそういうところがやっぱりポイントになるでしょうね、はい、このペアはまだ組んで浅いペアになります。まあ、今音楽の中にボーカルみたいに聞こえる部分がありますね、はい、これはボーカルだと減点になってしまう。まあ、ツイストは、まあ、開きがあまり大きくないですね、ですからそのいいツイストとは言えないですね。前の組の方がずっといいツイストでしたね。まあ、このダブルアクセルはいいですね。ペアをご覧になるときにいいペアと違うペアと、まあ、違うというと変ですが技術的にちょっと低いペアとの違いというのはこの2人の感覚が絶えず離れたり近づいたりというように動いてしまうんですね。とは力のあるペアというのはこの感覚がほとんど変わらない、だからもうそこが一番大事なところなんですね。トーラッソ、そこからの変化ですね、ややスムーズさに欠けますね。まあオランダ選んだ音楽との関係もあるんですが、やや動きにスピードがないですね、はい、まあ、どうしても音楽とマッチしなければいけないということで、まあ、プログラム考えるわけですけどね、これはあまりスロージャンプではないですね。このディスパイラルはとても綺麗なディスパイラルです。ロシアのマリア・ムホルトバ、パベル・レベデフでした。まあ全体としてはうまくまとめてますけどね、やっぱり盛り上がりがあまりない、はい、ですからそういう点でプレゼンテーション、それから印象度が高いとは言えないですね。ですから前のペアの方がはるかに流れがありますからね、はい、そうでしたね、そういうところでの差が出てくると思いますね、
あの空中の足の開きも十分とは言えないですね。そうでしたね。まあ、あれはあの開いてますから、はい、あの基礎点というかあの減点ではないですね。ただ評価としてはあまり質が良くないというふうな評価、これはあの降りた時にちょっとこう塔にかかってますんで、まあ、ジャッジはそういうとこもクリーンではないというような見方しますんでね。まあ、でもよく抑えてますけどね。そうです ね。まああのそれでもロシアのカップルっていうのはあのポジションが綺麗ですよね、非常にあのやっぱり姿勢がいい、ですからそういう意味ではあのやっぱプレゼンテーションが良くなる要素を持ってるんですね。ただ前の組に比べますとやや弱い感じがしますね、こうやって近くでこう見ると子供だなっていうふうに感じますけど ね、滑ってる時はねなかなか、あのそういうふうには見えないんですけど ね。この2人で出る世界ジュニアは初めてになります。エレメンツの得点が出ました。下が 4.6 です。上は 5.1 が2つあります。まあ、あのほとんどあの減点という感じのものがないですから、ですからあのおそらく変わらないようなマークですよね、そしてセカンドマークプレゼンテーションは5点台が増えました。上 5.3 まで出ています。まあ、あのスピンのペアスピンのところの部分をどう見るかっていうところがあるんですね、ですからまあ1位を3人取ってますけれどね。そうですね、ウクライナのペアを迎えます。タチアナ・ボロッシャー、ペトロ・ハルチェンコ、女性15歳、男性19歳です。昨年はこの大会で13位という成績でした。現在のウクライナのジュニアのチャンピオンです。あの旧ソ連からですね、あの分かれましたね、そうするともう非常に難しい名前が多くなって、これレフリーのもう頭の痛いとこなんですよ読むのが大変、ダブルアクセル女性が足ですつきましたね。そうでしたね、両足の着氷になってしまいました。今ので 0.2 の減点になりますから、ツイスト、これは非常にいいツイストですね。うまくコントロールしてますね。これは非常にシンプルなリフトですね。変化がありませんのでそんな高い評価にはならないですね、この組のステップはちょっと今までの2人で離れてやっているステップとちょっと違うステップを組んでますね、2人で組んでみたりとかね、工夫がありますね。
女性のこの最後のスピンの時のポジションがですね、はい、2ポジションあるかどうかっていうのが一番ポイントになりますね。キャメルから入ってそれから足換えるんですが、アップライトの姿勢というかその後の変化のスピンがあのポジションがですねはっきりしてないんですね、ですからジャッジによってはそこら辺を見てると思いますね。なるほどね、十分なちゃんとしたポジションになってないと、そういう見方をする人も当然出てきますね。これはソロジャンプのダブルアクセルですね。この2人の飛ぶタイミング、ランディングのタイミングとてもいいんですよね、ただ女性の方が両足になってしまう。そうでしたね、このツイストのところの、まあ、足の開きがやや不足気味ですね、ですからその辺がジャッジがどう見るかですね。これですね、だから、まあ、あの今の角度で見ると、まあ、大丈夫だなと思うんです。見る角度によって違ってきちゃうんですね、だからそこら辺が非常に難しいところですね。このスロージャンプはいいスロージャンプですね。これがトーラッソなんですが、これはもう本当にもうスタンダードなトーラッソのポジションで、もう変化はまるっきりなしで、まあ、やってきますね。スロージャンプでも全体にあの非常によくこうバランスの取れたペアですね。そうですね、あの女性のポジションがとても綺麗ですよね、あのこれからまだまだあの上達するペアっていうそういう雰囲気を持ってますね。はい、ウクライナもこの世界ジュニアで過去にたくさんのメダルを取っている。そうですね、ですね。さあ得点が出ました。エレメンツの得点です。ファーストマーク 4.1 から上 4.4 です。あの減点もありますからね、どうしてももう一つ出てこない、はい、っていうところだと思うんですね。それと先ほど申し上げましたようにリフトが非常に単純なリフトであるというそういうようなことで基礎点がややこう低くなりますのでね、プレゼンテーション表現力です。 4.5 から 4.8 という評価でした。まあ、あのショートプログラムはミスしてはいけないということでどうしても安全策になるんですよね、はい、ですからそういう意味でややスピードがないっていう感じがするときがあるんですよね、そこら辺がやっぱりあの難しいところですね、エストニアの選手です。ダイアナ・レニック、アレクセイ・サクス、女性16歳、男性19歳です。このツイストはもう男性のデモ両足でいていましたからね、はい、もう当然減点になりますし女性の部分も非常にプアなものですね。ダブルループ、これは2回転の方ですね。トーラス、もうやっと持ち上げてるという感じでこうちょっと怖いですね、はい、あのご覧になってすぐ分かると思うんですがあのフットワークの一つ一つの伸びがありませんよね、はい、もう足を置いてるだけっていう感じですよね。あこれは手をついてその後両足になってますから減点としては大きくなりますね。キャメルからシット、1回の変化ですね。もう完全に外れましたね。で、足がついてしまった。これも減点ですね。
この組はサーキュラーのステップですね、はい、ちょっと足元がおぼつかないですね。そうですね。エストニアのペア、ダイアナ・レニック、アレクセイ・サクスでした。前の、ペアに比べますとね、まあ、フットワークがまず、まあ、非常にそのそうなんですね、この減点はもう大変な減点になってしまいます ね、 そうですね、まあ、トータルでいけばもうそれ1点近い減点になりますんでね。そうですね、得点が出ました。下が2点台の得点になります。2.6 から上が3点台、3.4 までの得点になります。まあ、あの3点台っていうのはまあ普通、はい、メディオカってやつですからね、普通ってやつですから、まあ、あのレベルのですから、まあ技術的には要するにちょうどまだ良いというところまではいかないっていうところの、まあ、レベルですね、はい、プレゼンテーションは4点台も出ていました。エストニアのペアでした。代わってアメリカのペアです。ティファニー・スティグラー、ジョニー・スティグラー、女性18歳、男性19歳です。あのこのペアは非常にあの綺麗なペアなんですけどね、はい、問題はジャンプですね、はい、ジャンプをどううまくこなしていくか、まあ、そこら辺があのこの試合のポイントになると思いますね。最初がダブルアクセルですね、もう2人のミスですね。これはもう最大限の減点になりますから、もうコンマ4は大きいですね。これも減点ですね。降りた後すぐにステッピングアウトになってますからね。ツイスト、まあ、あの片足だけしか開いてないように見えるんですね。ですからこれも減点される可能性は非常に大きいですね。綺麗なキャブルスピンですね。タイミングも良かったですね。ただあのアップライトになってから2人のバランスが崩れましたね。そうでしたね。残念ですよね、トーラソ、まあ、トーつく位置がちょっと近すぎて、はい、支えきれなくなりましたね。もうこれも完全に減点の一番大きい減点になりますね。ちょっと高さが高いですね。ですからやっぱりその辺が高い評価を受けないと思うんですよね。本当は最後止まんなきゃいけないんですね、はい、今のルールですと動いてるとそのままカウントされてしまう。そうですね。そうするとオーバータイムで減点される可能性を持ってるわけですね、はい、そうなると両方から減点となりますからね。だからそういうところももうちょっと気をつけた方がいいと思うんですね、つまんないところで減点されますからね。そうですね、まあ、でも
2人のこうポジションっていうんですか、それはとても綺麗なペアなんですけどね、やっぱりジャンプ系統がもう一つですね。それで転倒と片っぽがもう手足についてしまうという形になりますから、一番大きい減点になってしまいますね。 0.4 はもう減点されますのでね。でこれがスローのトーループですね。2回転のトーループ、こう降りた時に手ついて、それですぐにもう前向いてしまった、はい、もうこれも減点としては大きな減点になってしまう。ツイストですけど、これもう足が開いてませんよね。そうですね。ですからそこでも減点されてしまう。このペアのキャメルスピンは、あのペアってソロのキャメルスピン、最初のもうキャメルはとても綺麗だったんですね。でキャメルのポジションは良かったんですが、このアップライトになってからちょっと出るところで1回転変わってしまった。惜しいですね。でバックインのディススパイラル、これはもう完全にエッジでキープしてなきゃいけないんですが、今スローで見た時に分かりますように、ちょっと塔にかかったために粉が出てましたよね、飛んでましたね。ですから音をしてるわけですね。このトーラッソは女性の塔をつく位置が男性のそばへ来すぎちゃったんですね。ですから男性が先に行っちゃうような格好になったために、支えきれなくなる、上げきれない。だからほんのちょっとした動きでですね、タイミングがずれてしまうと、大変なんですね。そうでしょうね、まあ、力をこうどこで入れるのが一番上げやすいかというところはタイミングでしょうね。今あの座っているコーチ、はい、財津さんですね。もうすっかり貫禄ついたからちょっと分かりづらくなったんですが、ロドニダ・トクンで、この世界の王者、オリンピックのチャンピオンの財津さんですね。今アメリカで全部教えてますんでね。得点が出ました。エレメンツの得点下が2点台です。やっぱりあの減点がですね、先ほど申し上げましたように、もう大きな減点がありますんでね、ですからもうやっぱり1点以上の減点という形になってしまうと思いますね。プレゼンテーションの方は全てが4点台です、セカンドマークが上がるタイプのペアですよね、ですからあのそういう意味では力は持ってるんですけどね、ただジャンプにまだ難点があると。はい、だからこれからじゃないんですか、まだちょっと弱いですね。そうですね。アメリカのスティグラー兄弟でした。ここまでの結果が出ています。現在トップはロシアのペア、そして第2位もロシアになっています。まあ、ペアの場合ですと予選がありませんので、ショートプログラム滑る順番も本当に実力者バラバラですよね。そうですね、カップル数が少ないですから、ですから予選がありませんのでね、で先ほどちょっとおっしゃってた8カ国っておっしゃってましたね、ですからジャッジも9人いるわけです、サブ入れると10人いる、ですから、今回の場合はですね、2名をボランティアっていうような形で、要するに自分の国でペアが出てない国、そこの中から2組がこのパネルに特別に入ったわけですね、まあ、シングルじゃ考えられないですね。ジャッジが70人からジャッジが参加してますので多いですね、ですからシングルなんかの場合ですと2つの予選、まあ、当然人数が多いから予選あるんですけれど、7人7人のパネル、まあ、サブ入れて8人8人16人で落ちる人が半分近くいますからね。そうですね、氷の上にはウクライナのペアを迎えています。ユリア・ベラグラソバ、アンドレイ・ベックです。女性14歳、男性18歳です。本当に若いペアで、こう見てるだけでも微笑ましいですよね。はい、この世界ジュニアは初出場です。非常にいい高さというのがあるツイストですね。ただ、まあ、女性の足がもうちょっと均等に開くといいんですけどね、ソロジャンプが問題ですね。どうしても体の大きさが違いますからね、タイミングがちょっと違うんですよね、だそういうところがやっぱり採点の時に見られますんでね。トーラッソワンハンド、
バーハンドで降りてくるときにそのまま下ろしてますからね、これはあの非常に評価されますね。トール、ソロスピンですね。ストレートのステップですね。最後のところがちょっと怪しげなんですね、はい、あれ持ち上げて回ってしまうとこのショートプログラムの場合はもう減点になってしまいますよね、だから持ち上げかかったみたいな感じになりましたからね、ウクライナのユリア・ベラブラソバ、アンドレイ・ベックでした。男性が182cmといっても年齢の幅は結構あるんですよね。ありますね。あの特に女性の場合には、まあ、あの1年2年というような違いというのはもうやっぱりかなり違ってきますからね。この世代はそうなんですよね、まあ、14歳とですね、もうほとんどもう18歳以上になってくるともう大人ですよね。そうですね、ですからその差はものすごくありますね、得点が出ました。エレメンツの得点下が 4.0 です。上は5点台 5.0 まで出ました。5.0 っていうのはやっぱりあの技術としてあのスロージャンプの高さだとかですね、はい、ツイストだとかそういうところを見てると思うんですね。まあ減点がありますのでね、だからまあその辺がどうかなっていうところがありますけどね。プレゼンテーションもやはり上は 5.0 他4点台下は 4.4 という数字でした。このキス&クライでも待っている姿も本当に少女ですね。そうですね。さあ変わってはアメリカのペアです。コレット・アペル、リー・ハリス、女性15歳、男性は20歳です。男性はカナダ出身です。最近はあのカップル競技はあの国籍がねもういろんなところ入ってるのが多いですからね、はい、世界選手権の場合にはあの国籍がなくても、あの居住しててそれぞれの連盟と国際連盟が認めれば出場できますんでね、まあ、ペアスピンから入っていくプログラムっていうのは珍しいですね。そうですね、8つの要素が決められていますがその順番は決められていません。ツイスト、まあ、あの高さもない、それと男性が両足になっている時間が長いですね、はい、だからこれはあの男性の方の減点はありますし女性の方の部分に関しては質でやっぱり評価あまり高くないですね。ループジャンプ、まあ、あのこれは2回転ですからあの2回転半のダブルアクセルの方がよりまあ評価されますのでね、はい、
楽のテンポとこのスピンの速さっていうのはあんまりマッチしてないですよね。やっぱりジャッジはそういうところを見てますからね、やっぱりあのスピードコントロールができてない、だから技術的に高くは評価できない、音楽がかかっているだけではないということですよね。そうです。このトーラソンも非常にシンプルなラソンですね。非常に低い。そうですね、まあ、質としては良くないですね。あのリフトとかジャンプとかそういうものを除いたところのですね、滑りとか表現とかっていうのはとてもいいものを持ってるんですね、ステップなんかもあの非常に流れがありますしね。ところがあの要するに技術的な面でいうリフト系とそれから、ジャンプ系と、はい、まあ、あのそこへ来るとまるっきりその技術的に差があるっていう感じが出てきますよね、はい、もうこれも低いですし、そうですね、その後男性がずっと長く両足になってますね。まあ、頭のスピンなんかはあの非常に工夫したスピンをやってますんだけどね。ですからジャッジとしては非常に点をつけづらいペアですね、技術的な面のエレメンツとしての評価は低い、だけどあのプログラムの動き全体としては悪くない、あのペアとしての動きがありますからね、だけど、まあ、どうしても高い点は、まあ、出しづらいペアですね。そうですね、身長などこの2人は発表されていないんですけれども、まあ、女性と男性と調和が取れていると今度は女性の方を重く感じてしまうという男性もね、あの ちょっと女性の方が、あのややこう、まあ、なんていうんですかね、あのウエイトがあるっていう感じですからね、ややふくよかな、ですからそういう目でやっぱりリフト系統とか、あのこういうジャンプ系統のものっていうのは難しくなってきますね、ですからあのソロジャンプもあのアクセル系統じゃないループジャンプっていうような形で2回転のジャンプになりますから、はい、まあ、そこら辺の評価も当然あの、まあ、アクセルに比べりゃちょっと低い、ただ、ね、2人の飛ぶタイミングとかね、ランディングとかそういうのはうまくバランスが取れてますけどね、まあ、セカンドマークの方が、まあ、高くなるペアですよね、はい、得点が出ました。エレメンツの得点からです。ファーストマーク下が 3.9 です。3点台はその 3.9 の2つです。他は4点台上 4.6 まで出ています。まあ、あの先ほどあの評価が難しいペアだって申し上げましたけど ね、あの非常に滑りの全体の良さとそれから技術的な部分の低さというのが非常に、あのジャッジ泣かせのペアですね。そうですね、プレゼンテーションは4点台が揃いました。 4.1 から 4.7 でした。続いてもアメリカのペアです。ティファニー・バイス、ローレアのイバーラ、女性が16歳、男性が18歳です。世界ジュニアは今回が初出場です。
ります。非常にスムーズなリフトですね。ワンハンドで大変いいリフトです。これジャンプが反対なんですよね。ですからジャッジも見る方が非常に難しいんですね。女性の方のポジションはとても綺麗なんですけどね、はい、まあ強いて言えば男性の方がややそのポジションに難がありますね。ああというのはあのフリーレッグやなんか の、ええ、あの伸びがなかったりして、だからフットワークがもう一つなんですね。それがあの、まあ、ショートプログラムは2分40ですからカバーできると思うんですよね。ロングプログラムになった時にそういうところがあのどう出てくるかっていうのですね、ええ、これもあのキャッチしてから男性がずっと両足でいますね。これはもう減点の対象になりますね。方向が逆ですから、はい、見るのがジャッジにとっては大変難しいんですけど、うまくコントロールしてますね。回転でいくと女性の方が逆回転ということですね。そうですね、ちょっと入った時にガクンってなってますね。まあ、でもエッジはキープしてますから減点ではないんですけど、まあ、あのトーランドットの雰囲気を出して滑るという面では、まあ、あのいい感じで滑ってるんですけどね、はい、あの技術的な面で見るとやっぱりあのツイストやなんかでもあのちょっと低かったりとかそういうところありますけどね、まあ、あのこういうミラースケーティングでやる演技っていうのはあのジャッジ泣かせなんですね。そうなんでしょうね、ですけどあの割とうまくコントロールしてますね、あのアメリカはあの時々あのこういうあの方向が違うペアが出てくるんですよね。あ、そうですか、このペアにとって組んで最初のシーズンになります。あの女性の方はポジションがとても綺麗でこのペアには向いてますよね、最初のリフトはとてもいいリフトでしたね。流れといい、それからポジションといい、まあ、非常にあのスムーズなリフトで、まあ、これは高く評価されますね。まあ、あのリフトの時に男性が3回転半以上回るともう減点になってしまう、はい、まあ、そういう決まりはあるんですけれどね、まあ、3回転半以上回るってことはもうなかなかないんですけどね、空中でやや斜めになってますね。これはあのラダートゥイストっていう言い方するんですけれど、やっぱりまっすぐなリフトよりも足を開くポジションっていうのがちょっと難しいんですね。で、まあ、それがきちんと取れてると評価としてはあの非常に高く見られますのでね、まあ、もうちょっと高さが欲しいんですけどね。そうですね。得点が出ました。まずエレメンツの得点からです。下が 4.3、 上は 4.7 です。これはあのやっぱり多分あの
ツイストのところの、ね、男性の出がですね、両足で長かった、まあ、すぐに片足になってない、まあ、その減点がされているのももちろんありますね。プレゼンテーションは下が 4.5、 上は 4.9、 5点台に届きませんでした。全体としては非常にまとまりのある、これから楽しみなペアですね。そうですね。2002世界ジュニアフィギュアスケート選手権ペアのショートプログラム、ここからは最終グループに入ります。カナダのペアです。カーラ・モンゴメリー、ライアン・アーノルド、女性は16歳、男性17歳です。このペアはね、長野のあのグランプリに来ましてね、はい、その時に、まあ、転倒して女性顎を切ったんですよ ね、はい、でも頑張って、優勝したんですけど ね、 そうでね。雰囲気はとてもいい雰囲気ですね。問題はジャンプをどうこなすかですね、はい、こういう2人の動きはとてもやっぱりいいものを持ってますね。足の開きがちょっと十分じゃないですね、はい、ダブルアクセル、なんとかこなしましたね。小さなスロージャンプですね、はい、まあ、このディスパイラルは顔のポジション位置にもよるんですけど、非常に位置が高いですよね、全体の位置が、はい、だからまあちょっと高い評価できないですね。このストレートシークエンスはなかなか工夫してます。これのスピンはいいスピンですね。カナダのペア、カーラ・モンゴメリー、ライアン・アーノルドでした。まあ、どっちかというとジャンプがあまり得意でない、はい、だからそのためにどうしてもジャンプの前になると動きが小さくなったりしますね、だからそういうところも問題ありますね。だから同じジャンプを飛んでても男性と女性のタイミングがちょっと違う、それとやっぱりスロージャンプなんかでも非常に低いですよね。そうでしたね。だからそういう面で技術的な面で の、 高い点はちょっと取りづらい、でもペアとしての動きそういうものはとてもいいものを持ってますんでね、ですからそういう面での評価っていうのは全体評価としては高くなると思うんですね。これダブルアクセルですけど、飛ぶ前の姿勢とかこう動きっていうのはちょっと2人が違いますよね、でこれはトーラッソですが、曲がってこの回っていく時の変化なんかはまあまあなんですが、もう一つやっぱり動きのスピードが欲しいですね。でも非常に綺麗にまとめてますよね、はい、ですから減点
されるかどうかっていうのはあのツイストのところがどうかなっていうのはありますけれどね、全体としては非常にうまくまとめてますね。はい、ジュニアのグランプリシリーズではその長野の大会で優勝しました。ジュニアのグランプリファイナルにも出場して、そこでは4位という成績でした。まあ、そのフリーの競技中に結局怪我をしたわけなんですけども、リフトで転倒してしまったんですよね。で、その後あの女性の方が非常に泣いていまして、で続けるのかな、どうするのかなと思って、男性はオロオロしてたんですけども、女性は泣きながら続ける続けるということで続けて優勝を手にしました。エレメンツの得点が出ています。まあ、あのやっぱり先ほど申し上げましたようにね、質的な面で、技術面ではやっぱりもう一つ出し切れない、はい、それと減点をしている人もいるかもしれないというようなところですね。だけどセカンドマークは明らかに上がるタイプですね。セカンドマーク、プレゼンテーション、表現力の方は上 5.4 まで出ています。カナダのカーラ・モンゴマリー、ライアン・アーノルドでした。まあ、それなりの力は出せたと思いますね。はい、ロシアのペアです。ユリア・カルボフスカヤ、セルゲイ・スラフネフ、女性が16歳、男性19歳です。昨年のこの大会にも出場しています。昨年は4位という成績でした。昨年はロシア表彰台に上らなかったんですよね。そうですね。まあ、あのアジア旋風みたいな形ですね、はい、中国、日本が1位というような形でね、3位がアメリカでした。4大陸勢が占めたんですね。このペア2人のバランスがよく取れてますね、はい、体の大きさとかですね、動きとか非常にいいものを持ってるんですがね、ダブルアクセル、どっちかといえば男性の方がやや、ね、体にその動きの柔らかさがないんですね、はい、そこがあのこの後どういうふうに響くかですね。よくコントロールされてますね。ウエストのキャンベルスピンから入ってシットの変形ですね。まあ、あのフェアのコンビネーションとしては非常にあの単純なスピンですけどね、うまくまとめてます。プログラムとしては前半の方に
難度の高いものをまとめておいて最後はまあステップでっていうような形でまとめてますがね、はい、やっぱあの単語ですからそういう意味からいくともうちょっとアクセントが欲しいんですね、ただあの技術的な面ではあのこれまでの中のペアの中では一番まとまってるという形で出てますから、はい、得点的にもやっぱりあの一番高い点が出てくると思いますね、はい、ジュニアのグランプリファイナルではこのペアは第2位という成績でした、どうしてもミスの出やすいショートプログラムの中で、まあ、このペアはあの非常にうまくまとめましたね、はい、あの全体の、完成度っていうんですかね、やっぱり、まあ、ジュニアですからあのシニアとはちょっとやっぱり動きは違いますけれど、その中ではやっぱり非常にあの全体としてうまくコントロールしてますよね、このダブルアクセルでも飛ぶタイミング降りるタイミング非常にいいですよね、そうですね、ですからこれはもうジャッジの方としても高く評価しますね。このトーループジャンプっていうのはこれまで課題にはなかったんですよね、あの今年初めてこの課題がまあ入ってきたわけですけどね、まあ、あのどっちかというとみんなトリプルで練習してますんでね、あのダブルでやるって人少ないんですよね、ところがまあ今年このジュニアで課題にこのあのテクニックが入ったせいかは知りませんけどね、シニアの大会でもトーループ系統が結構見られるようになったんですね。あ、そうなんですか、スロージャンプではこれまであんまりなかったんですよね、エッジ系の多かったですね、そうなんですね、このリフトも非常にあのスムーズにやってますね、だこの、ディスパイラの時も男性の手が早く伸びますよね、はい、で1本の線になってる、まあ、これは一番やっぱりいいわけですね、まあ、おそらく5点台が並ぶと思いますね、はい、得点が出ました、下 4.9、 4点台がその2つがありますが、他5点台、はい、上は 5.3 です、 5.3、 3つあります、まああの強いて言えばあのスピンコンビネーションのところの、まあ、あのが、まあ、非常に単純だった、まあ、そういうところがもうちょっとあればもっと評価される、まあ、セカンドマークは当然上がってきますね、そうですね、非常にもういいペアですね、プレゼンテーションは上 5.5 まで出ました、4点台が1つ減って 4.9、 1つになりました、ロシアのペア現在トップに立ちました。代わってチェコのペアです、ベロニカ・ハフリコーバ、カレル・シュテフェル、女性が14歳、男性20歳です、まあ、あの女性が非常に若いですからね、あの練習の時でももう一生懸命やってましたけどね、ああそうですか、まあ、あのこのペアの場合はあのやっぱり女性のジャンプが一番ポイントになると思いますね、男性は2年前に他の女性と組んでこの世界ジュニアに出場していました、このペアで出場する世界ジュニアは初めてです、今シーズンからペアを組んでいます、そうですね、ちょっとユニゾンが悪いですね、揃っていませんでした、
この組はサーキュラーですね。そうですね、円のステップです。チェコのペア、ベロニカ・ハフリコーバ、カレル・シュテフルでした。非常に難しいのはね、やっぱりあの体の大きさとか、それから技術差とかあると、要するに男性は女性の動きに合わせなきゃいけないってなると、結局さっきのジャンプの失敗なんかもですね、ついてるような感じがあるんですよね。その辺がちょっと、だからまあ質的に高くない。で減点も当然出てきてますから、まあ、こういう点になってしまうんですね、はい、エレメンツの得点下が 3.4 です。上は4点台 4.1 というのが最高得点になっています、ね、まあ、まだペアとしてはまだスタートして間もないっていう感じが ね、そのまま出てますね、プレゼンテーションはすべて4点台 4.0 から4.7 という評価でした。最終滑走ペアになります。中国のペア、ヤン・ディン・ソン・フェイ・レン、まあ、このペアの技術的な面というのは非常に注目されてるんですね、はい、非常に難度の高いものをやるんですね、ええ、ただユニゾンという面でちょっと難があるんですね。ですからこのロシアのペアとこの中国のペアがどういうふうな試合をするかっていうのがやっぱり注目されてるんですよね、そうですね。女性17歳男性19歳です。昨年のこの大会では第6位でした。ダブルアクセルですね。ツイスト非常に高い。ただ今女性が降りた時両足になってますね。足をついてます。なるほど。はい、ですからこれ減点ですね。音楽も中国の音楽を使って、やっぱりそういう特色を出してますけどね、まあ、その辺がどういう風に受けるかですね。そうですね。トーラス手を持ち替えて、それからノーハンドになって、それからスイングして後ろを回してっていうランディングですね。あれが動きが止まって背中に背負ってしまうと減点なんですね、はい、一連の動きで動いてる時には減点にならない。もうギリギリのとこですね。トーループもうこれフリーだと4回転をやってるんですよ ね、 ですから2回転っていうとなんか物足りないんでしょう、
中国のペア、ヤン・リン、ソン・フェイ・レンでした。中国は伝統的にですね、テクニカルな、はい、ペアが多いんですね、もうこれはシニアの、シェンたちもそうですし、この組も本当にそういう面では技術的には非常に難しいことをやってるんですね、ただ芸術点という面でいくとその差が非常に大きいんで、これが非常にショートの時はね技術点で稼げますけども、フリーになると非常に左右するわけですよね、だからそこら辺がどうかなっていうのがあるんですね。だから非常に体が小さいだけじゃなくて、やっぱり技術的にも非常に難しいものをやってますよね。こうやって2人の動きを見てますとね、例えばフリーレッグの動かし方なんかでも男性と女性の動きが違ってたりするわけですね、そこがロシアとかカナダのペアに比べると、ちょっと、もう一つだなっていうのが出てくるんですね、ですから技術点はもうかなり高い点が出ると思います、だけどセカンドマークはもう明らかに比較した場合にですね相当低くなってしまう。もうこれも今手を持ち替えた上でなおかつこういう変化をして下ろさしてますね、スローのダブルトーループなんかは非常に高さのある立派なスロージャンプですよね、強いて言えば使っている音楽はやっぱり中国という感じを表現したいということで、コスチュームも音楽もそういう風にしてるわけですけどね、その辺がどこまで受け止められるかっていうことですね、プログラム的にはもう一つっていうところがありますんでね、減点もありますから、やっぱり5点に届くか届かないかっていうところだと思うんですね、得点出ました。エレメンツの得点です。下が 4.6 という得点があります、ですから上はね 5.4 まで出てますからね、それはスロージャンプとかですね、要するに技術的な面 の難度の高さを見てるわけですね、そしてプレゼンテーションです。下が 4.5 になりました。セカンドマークを下げている人たちが多いですよね、あまり下げない人もいますけれど、技術的に見るとやっぱりロシアの組に比べるとセカンドマークはどうしても落ちますよね、ショートプログラムを終えての結果がこのように出ました。ロシアが1位、2位、そして5位もロシアです。そして3位に入ったのが中国ですね、いや自力で優勝するチャンスがありますからね、フリーは楽しみでしょうね。そうですね、難度の高いものをどんどんできますので、その辺が見どころだと思います。4回転のスロージャンプも見られそうですね。お知らせの後はフリーの模様をお送りいたします。もう技術面もそうですけれど体力面でも非常に影響してくるんですね、特に男性でしょうかね。そうですね、男性もそうなんですが女性もやっぱり筋力がいりますからね。ああそうですね、当然高いところかそうでないところとか、それでももちろんありますけどね、最初にご覧いただくのはアメリカのペアです。ティファニー・スティグラー、ジョニー・スティグラー、兄弟ペアです。この2人の場合は体のバランスはとてもいいんですね、それだけにやっぱり非常にリフト系統とかそういう負担がかかるわけですね、でその辺がどうかっていうのがこの組の一番のポイントですね。そうですね、ショートプログラムではミスが目立ちました。13位という成績でした。最初にスロージャンプトリプルループ、うまくカバーしましたね。すぐにソロジャンプのダブルアクセル、これは2人ともシングルになってしまいましたね。
ツイストですね。ダブルツイスト。ダブルアクセル。やっぱり練習ではダブルアクセルやるんですけどね、あの試合になるとやっぱりシングルになってしまったり。はい。ステップアップ。前はステップインって言ってたんですが、ラストリフト、それのバリエーションですね。ストレートシークエンス。カートウィール。まあ、あのダンスリフトが許されるようになってから、ああいう動きが出るようになりましたからね。スローの今度はサルコートリプルステッピングアウトですね。スパイラルステップですね。まああのロメオとジュリエットのこの曲の雰囲気を出そうとして非常にまああのプログラム構成考えてますけど、まあ、動きはいいんですけどね、やっぱりあのややジャンプ系統とかリフト系統がどうかなという、まあ、後半がどういう風に出てくるかですね。これはバックアウトの今ディススパイラルですね。そこからペアのスピンコンビネーション、ソロスピン、キャメルスピンからの変化ですね。ハンドゥハンドのループリフト。ダブルサルコからダブルトーループのコンビネーションなんですが、男性の方もシングルでステッピングアウトになりましたね。やっぱりちょうど辛くなってきたところでしょう。なるほど。これはスターの変形のノーハンド、これは非常にいいリフトですね。ただ男性の手がですね、ウエストより下足を持ってしまうと、これはもう違反になってしまうんですね、はい、ホワインのディスパイラル。まあ、あのミスはあのいくつかありましたけど、全体としてはうまくまとめてますね。そうでしたね。あのペアのジュニアのウェルバランスプログラムっていうのは、あのリフトは3回というふうに決まってますし、はい、それからまあ最高あのツイストも入れて5回までという形になってますね。でその中には、まあ、ツイストを1回は入れなきゃいけない、それからスロージャンプはまあ2つまでとかっていうふうに数が決められてますね、まあ、それと、ジャンプシークエンス、これはもう1回の、それからソロのジャンプは1回から2回までは OK という形になってますんで、さっきも2回やってましたね。で、まあ、これもスロージャンプですけれど、これは、まあ、ステッピングアウトとした2つ目のスロージャンプですね。まあ、それと同時にあのソロスピン、これはあの6回転以上しなきゃいけないっていうなってますんでね、これは1回だけ許されてる。それにあのペアのスピンコンビネーションも、これはあのコンビネーションとしてあのやるものと、ペアスピンっていう形でもう本当に単純なものと両方あるんですけど、これはもう1回から2回という形で、まあ、あのそれは許されてるし、まああの少なくとも合計で8回転回らなきゃいけないというのが一つあるわけですね。一つは必ず、
それからあのディススパイラルは1回から2回、2回までは許される。で、まあ、ステップシークエンスは少なくとも1つ、それからムーブインザフィールドと言いましてね、これはあのペアの方もシニアと同じ、あのソロと同じように採用されたわけですね。ステップの中にそのスパイラルだとかイーグルだとかそういうものを入れてリンクフルに使う、リンクいっぱいに使う。そうなんですね。得点が出ました。第一採点はテクニカルメリット技術点になります。下が 4.1 です。上は 4.7 という得点です。まあ、あの技術的な面が最初の点ですから、そういう意味ではやっぱりもう一つというところなんでしょうね。ところがあのプレゼンテーションという面では非常にその雰囲気もありますし、ペアとしての動きを持ってますので、そうでしたね、音楽との表現とかですね、だからそういう面ではそれなりに評価されますよね。5点台には届きませんでしたが 4.9 まで出ていました、プレゼンテーション。アメリカのスティグラー兄弟でした。続いてもアメリカのペアです。コレット・アペル、リー・ハリス、女性15歳、男性20歳です。まあ、このペアはまあどっちかというとパワー不足のところがありますのでね、まあその辺があのプログラムのロングの場合どういうふうに影響してくるかというところですね。まあツイストもやっぱ低いですよね。そうですね。ショートプログラムでは10位という成績でした。スローのダブルループですね。ダブルサルコ、2人のタイミングがまるっきり違いますよね。はい、ですからやっぱりそういう面を、まあ、審判の方は見てますんでね。あここで転倒ですか。まああの技術をやってての部分じゃないですからね、エレメンツのとこじゃないんですけど、もったいないですね。スリフトですね。スローのダブルアクセル。
ちょっともう男性の方がやっぱりあの少し転んだのが影響したのかもしれませんけどね、はい、足元がちょっとおぼつかなくなってますね。そうですね。アクセルからのダブルフリップのジャンプシークエンスですね。ホワインのディスパイラル、まあ、今度入っていく時もなんかこうドンと落とすみたいな感じになってますね、はい、まあ男の方がやっぱり支えきれなくなってくる。アメリカのペア、コレット・アペル、リー・ハリスでした。まあ、あの一生懸命滑ってるっていう感じはあるんですけどね、はい、やっぱり技術的な面からいきますとやっぱりあのまだまだこれからのペアですね、はい、人がすごく多かったですね。それはやっぱりたくましくなってやっぱりきちんとできてくるようになったらもうそれがすごくもう良くなって、ええ、もうスロージャンプっていうのはやっぱりどっちかといえば男性の方に問題がある時が多いですね。なるほどね、まあ、当然女性の方もねまだあの力強さがないという面はありますけれどね、ええ、今回の場合はどっちかといえば男性の方ですね、テクニカルメリットは 3.9 から 4.5、 プレゼンテーションは4点台が揃いました。 4.2 から 4.5 という評価でした。まあ今の力からいけばこんなとこでしょうね。はい、今回が初出場のアメリカのペア、アペルとハリスでした。ウクライナのペアです。ユリア・ベラグラソバ、アンドレイ・ベックです。女性14歳、男性18歳。ウクライナの国内で第2位というジュニアのペアです。ショートプログラムでは9位という成績でした。まあ、あのこのペアも2人のバランスがまあ、かなり違いますんでね、はい、その辺があの全体の動きにどう影響してくるかっていうところありますよね。そうですね、まだまだ女の子はもうこれからの選手ですからね。そうですね。男性182センチ、女性は145センチです。トリプルツイスト、まあ、あのキャッチしてすぐ下ろさなきゃいけないんですがそのままホールドしちゃってますよね、はい、まあ、あのこれはフリーですから減点はありませんけどね、やっぱり評価としてはそういうところを沈みますんでね。あ、これはよく頑張りましたね。あれだけの高さをやっぱり降りてくるっていうのは大変なことだと思いますね。そうでしょうね。こんなに細い足でよく降りましたっていう感じですね。ダブルアクセル、あのショートの時も男性の方がねあのミスしてたりしてましたけど ね、 ね、まあオペレーターのコウモリ助曲でその雰囲気を出そうということなんでしょうけどね、なかなかそこまではいきませんね、まだ。いいリフトですね。これがダンスリフトですね。これはあの前はこういうの許されてない時はもう違反だったんですけどね、今はあ、こう頑張りました、はい、スローのダブルアクセル、あのあれだけの高さをよく持ちこたえてますね、見かけより体に力があるんでしょうね。なるほどね、
ます。ループリフトです。これはあの今シーズンあの許されているキャリーリフトですね。回転を伴わないリフト、はい、ずっと運んでいくということですね、はい。前はね、ああいう運びはダメという形になってて減点になってたんですが、今はあのルールで1回は、キャリーリフトは許されるという形になりましたので、ね。まあ、今のディスクスパイラルもちょっと入っていくときにガクンっていうような入り方しますのでね。今のはやっぱり引っかかりますね。はい、持ち上げてしかも女性が足を絡んで、それでキープしてますからね。やっぱりいろいろ工夫をするっていうのはいいことなんですけれど、そのルールとのスレスレの部分がありますのでね、やっぱりコーチも当然ルールはよく知ってなきゃいけないし、ジャッジの方も何がその違反かっていうのをよくも見なきゃいけないしっていう、本当にほんのちょっとのことでね、工夫が逆にか、いいもの持ってますしね。そうですね。ただユニゾンという面ではまだまだですね。そうですね。しかしこのペアではユニゾンというのが非常に重要ですね。そうですね。ユニゾンって調和っていうのは、体の部分もありますけど、動き全体がですね、2人の動きが同じように動く、それがもう一番いいわけですね。だからシャドウって言って、影みたいにもう本当に同じように動く、それはミラーって言って、お互いがもう同じようにこう顔を見合わせて同じ、もう要するに自分自身が動いてるみたいなね、そういう動きっていうのがペアの場合は一番大事なところなんですね。そういう面からいくとまだギグシャクギグシャクっていう感じですよね。そうですね。ですからプレゼンテーションの方が評価が低くなってしまいました。フリーの場合はプレゼンテーション低いとね、順番に影響しますから。そうですね。ちょっと大きいですね。重要視されるのはショートプログラムではエレメンツの得点、そしてフリーの場合はプレゼンテーションになりますね。そうですね。ジュニアの選手の場合は、特に完成度が低いですからね、はい、そういう意味でプレゼンテーションがいい選手ってなかなかいないんですよね。そうでしょうね。それだけにその辺が順位に大きく影響してきますよね。はい。チェコのペアです。ベロニカ・ハフリコーバ、カレル・シュテフル、女性14歳、男性20歳です。ショートプログラムでは11位という成績でした。この2人は今シーズンからペアを組んでいます。スロージャンプから入りましたね。ステップインですね。ラスト、フォアハンド。ダブルルーツからのシークエンスですね。ダブルルーツ。
スピンの回し替えがちょっと失敗しましたね。はい、この音楽のリズムの部分が、まあ、強調したいとこなんですけどね、その雰囲気がもう一つですね。はい、ダブルアクセル、まあこれはミスだ、大きいミスですね。スロージャンプとしてはまあ非常に低いジャンプですからあまり評価されませんけどね。チェコのペア、ベロニカ・ハフリコーバ、カレル・シュテフルでした。まあ、あのフリープログラムになったらやっぱり時間が長いっていう感じになりますね。はい、ですから滑ってる本人ももうやるのに精一杯っていう形で、やっぱりあのショートの時みたいなあの良さが出し切れないです。ね、そうですね。やっぱりあのペアの場合はあの特に2人の調和が取れるっていうのはやっぱり年数かかりますしね。そうですよね。で特に体の大きさの違いとかもういろんなことが影響してきますからね。テクニカルメリットの得点出ました。下が 4.1、 上 4.6 までです。やっぱりあのミスが多かっただけにですね、それとやっぱりあの全体 の、 あの流れとかそういうものもありますしね。あの要するに技術的な面から見るとそのコントロールがよくされてないという部分が、まあ、影響してますよね。はい、そしてセカンドマークプレゼンテーション、下が 4.1、 上 4.7 までです。まあ、上がる人下がる人っていうのは、まあ、そうですね、その見方によってね、だいぶあるだからほとんど似たようなね、はい、まあ、点数ですよね。第2グループを終わっての順位が出ています。ここまで現在のトップはウクライナのペアになっています。この時間は2002世界ジュニアフィギュアスケート選手権ペアのフリーをお送りしています。2002世界ジュニアフィギュアスケート選手権ペアのフリー、ここからは第3グループに入ります。アメリカのペア、ティファニー・バイス、ローレアのイバーラです。女性が16歳、男性18歳です。まあ、あのジュニアの場合は後半がっていうことを申し上げましたけどね、やっぱりこの組もそうですね。男性の方がどっちかというとスケーティングがいいっていう方じゃないんですね。だから特に後半の1分っていうのがどういうふうになるかなっていう感じですね。ちょっと硬いんですね、フットワークが。スケーティングは女性の方がはるかにいいですね。
まずステップインのラスト、これはスムーズにいいジャンプ、あのリフトですね。ダブルアクセル、転倒とやっぱりオーバーローテーションですから、やっぱりミスが大きいですね。そうですね、お互いにミスをしてしまいました、まあ、男性の方はあの一応そのなんていうんですか、降りてはいるんですけどコントロールできなかったっていうことですよね、注意して。スロートリプルループですけどね、ハンドヒップ、まあ、スターリフトって言いますけど、ノーハンドですね。それからあのキャリー、キャリーというかダンスリフトに変化してますね。トリプルサルコサルコは男性の方がもう踏み切れてないですね。まあ、あの最初に男性の方が残り1分がどうかなって言いましたが、途中でもうすでにやっぱりフットワークがおかしくなってましたね、はい、あの女性の方はエッジをちゃんと使ってるんですね、ところが男性の方はいつもあの両足でフラットに滑ってる、はい、だからあのクリーンなエッジを使ってないからどうしても力がいるわけですね、それはやっぱ後半になってくると影響してくる。ですからあの、まあ、滑っててご覧なれば分かると思うんですが、足の間がいつも開いているような動きが多いでしょう。ああ、なるほどね。男性の方ですよね、で、ですからということはいつもまあなんて言えばですかね、まあ、ちょっとガニ股風みたいなね、そういうような感じですから、きちんとあのエッジを使えない状態の滑りになってるんですね、ですからどうしてもあのミスが出やすくなる。で今のスロージャンプなんかでも男性の方がもうただ投げてるっていう感じになってコントロールできてないんですよね、まあ、力はあるんですけれどね、やっぱりそういう滑りの
滑らかさっていうのがないですね。もう力で進ん滑ってるっていうタイプですね。これで男性の方のスケーティングエッジを使うことがより良くなれば、もっともっと技術的に、いい方向に行くペアだと思いますけどね。はい、このペアはショートプログラムでは6位という成績でした。今回が初めての世界ジュニアです。女性の方の動きとかそういう雰囲気はあるんですけどね、これ難しい音楽使ってますよね、ビバルディの4シーズンからかですね、だからジュニアの選手としては非常にその音楽の選定としては難しいものを選んでるわけですね、その割にはあんまりその音楽とかけ離れたっていう感じはないわけですから、のプログラムは組んでるんですね。よく言えば先ほどから申し上げてますけど、男性の方のスケーティングが良くなれば楽しみだと言えるんじゃないですかね。得点が出ました。テクニカルメリット 4.2 から4.7 という評価です。やっぱりあれだけ転倒とかですねミスが出てくるとやっぱりどうしてもその分がね影響してきますよね。はい、そしてプレゼンテーションです。こちらも下は 4.2、 上は 4.8 に変わっています。2人のユニゾンという面では、今日はフリーはもう一つだったということでしょうね。はい、アメリカのバイスとイバーラでした。ロシアのペアを迎えます。マリア・ムホルトバ、パベル・レベデフ、女性が16歳、男性19歳です。このペアはバランスが取れてるんで、そういう面では点を取りやすいペアなんですよね。はい、男女のバランス、それからポジションなんかもとてもいいですけどね。問題は中身ですね。はい、ショートプログラムでは第5位でした。トリプルトーループですね。これは素晴らしいですね。ダブルアクセル。素晴らしい出足ですね。はい。ダブルツイストに来ましたね。すごい、トリプルサルコ。トーラス。変化してますね。それでキャリーコンビネーションですね。トーループですけどね。惜しいですね。ここまで良かったですか。こういうとこがジュニアですね。あれだけいいプログラム滑っててですね、一つのミスあってもすぐにカバーに入らないで、何
何小節か抜けてしまう、はい、残念ですよね。このリフトもいいリフトです。スピンですね。ダンスリフトですから、まあ、これも今許されていますけどね。最後の30秒がちょっともうちょっとこう迫力に欠けますね。特にあの音楽のね、ロード・オブ・ダンスですか、もうああいう、 こう、ね、リズムのある部分ですからね、もうちょっとこう盛り上げてほしいところで、ですが技術的には本当にもうこのペアはジュニアとしては非常にレベルの高いジュニアですね、はい、特に前半の2分ぐらいまではもう本当に完璧と言ってもいいぐらいですからね、内容的にもうシニアと引けを取らない部分ですよね、このまあトリプルトーループなんかもタイミングといい、まあ、非常によくコントロールされてますしね、はい、まあ、その後のジャンプシークエンスでも本当にこのダブルアクセルですね、それからダブルトーループですか、これなんかもランディングのタイミングといい、ポジションといい、本当によくコントロールされてますよね。まあこれはトリプルじゃなくてもう確実にっていう感じですけどね、はい、このリフトも本当に素晴らしい。手の位置がですね、はい、あれでもうちょっと下だともう今度は違反になっちゃうんですよね、だからそこら辺が非常に難しい。これが転倒したスローのトリプルトーループですね。まあランディングの時にもうちょっとエッジっていうかスケートが倒れすぎてたんですね、はい、ソロスピンもフラインキャメルから入るっていうふうに難度の高いものをやってますんでね、まあ、技術的な面からいくとこれまでのペアの中ではもう文句なしに高い点が出てくると思いますね。そうですね、ロシア国内ではジュニアで第3位という成績です。得点が出ました。テクニカルメリット技術点、下が 4.7 です。上は5点台 5.1 まで出ています。後半の印象がですね、もうちょっとアピールするようになると5点台がずっと揃うと思うんですね、やっぱり残りの30秒ぐらいの動きっていうのがやっぱり前半の2分に比べたらもうかなり差が出てきてるんですね。そうでしたね、まあ、そこら辺がジュニアの選手の課題なんでしょうけどね、でもとてもいいペアですね。そうですね、はい、これから楽しみですね。代わってウクライナのペアです。タチアナ・ボロシャ、ペトロ・ハルチェンコ。なかなか場内でアナウンスされないんでしょうか。よく物を投げ込まれたりしますんでね、花なんかその後よく花びらが落ちてたりなんかするんですよね、そうすると選手待たされるんですよね。その辺が今度は技術にどういう風に影響するかっていう、まあ、非常にジュニアの選手だけに、まあ、その辺のコンセントレーションっていうんですかね、集中がうまくいくかどうかっていうのもやっぱり難しい部分なんですよね。あるでしょうね、ショートプログラムでは第7位でした。
リプルですね。女性の方が非常にいいジャンプをしてますね。こうやって見てると音を聞こえないわけですね。滑っている時のエッジの音なんか、はい、とは男性の方の滑りがスクラッチが多いですね。いうスクラッチノイズっていうんですかね、だから時々こう静かなところを聞いてるとそれが聞こえますね。まあ今のリフトなんかもやっぱり男性の方のミスですね。やっぱり男性の方のフットワークがもう一つなんですね。女性の方が非常にスムーズに動いてる。そうですね、はい、だからフリーレッグつま先なんか男性の方は伸びないんですね、ですからそういう同じような状態で動いてますからどうしてもポジションがきちんと取れない。腰を引けたような状態にどうしてもなってしまうんですよね。これでスケートが離れてしまうと氷から離れてしまうとやっぱり違反になりますけどね、結局途中で申し上げましたようにね、男性の方のフットワークがもう一つなんですね、ですから後半の方になってくると結局自分でこう力で動いてますから当然それだけ負担がかかってくるわけですね。するとやっぱ足元がおぼつかなくなってくるんですね。ですからああいうようなポジションを変えるときとかなんかにやっぱりきちんとしたポジションに入れなくなっていく、まあこういう力仕事みたいなときはなんとかこうできるんですけどね、エッジを使う部分になってくると非常に甘くなってきてしまう。やっぱり男性の方のやっぱりウエイトがもう一つ、ウエイトっていうかウエイトコントロールができてないっていうことでしょうね、まあ、途中のこのミスはまあ非常に目立ちますんでね、まあ、その点マイナス要素になりますよね、まあ、このスロージャンプはまあ非常に頑張ってましたけどね、まあ男性の方がやっぱり女性の動きを非常に気にしていつも見てるんですけど、やっぱり女性の方はねやっぱりきちんと動いてますから、はい、むしろ
気にするのは自分の方じゃないかと思うんですよね。ね、やっぱりこういうペアの場合は本当に男性の動きっていうのが、まあ、女性をショーアップする部分と同時にですね、ミスをどうないようにするかっていう部分につながっていくわけですね。だからスケーティングっていうのはものすごく大事になってくるんですよね。そうなんですね。まあどうしてもあれだけ中盤で大きなミスがあるとやっぱりその分どうしても大きく影響しますしね、プログラムも壊してますしね。そうですね。だから両方の点もどうしても伸びなくなってしまう。テクニカルメリット技術点が出ています。 4.2 から 4.7 という評価でした。そしてプレゼンテーションです。表現力は 4.1 から 4.6 という評価です。やっぱりプログラム全体の調和崩してますしね、それから2人のユニゾンという面でもやっぱりそれ影響してますよね。そうですね。ウクライナのボロシアとハルチェンコでした。第3グループの最終滑走になります。カナダのペアです。ジョアンナ・プーディ、ケビン・マグアイア、女性17歳、男性21歳です。昨年もこの大会に出場しました。10位という成績でした。今年はショートプログラムを終えて第8位です。ジャンプシークエンスから入ったんですけどね、やっぱり頭でミスしてますから。そうですね。後半この後どう頑張るかですね。トリプルツイスト、まあ寄りかかりってコラプスって言うんですけどね、はい、まあそれもあるし、回転はね、もうちょっとっていう、まあ、高さがなかった分だけギリギリになってしまったんですけどね。スロージャンプ、これは投げる方向がもうすでにおかしかったですね。はい、このペアの雰囲気から言って、この、シェルブルの雨傘みたいな音楽は、よくこう合ってるとは言えませんね。音楽の設定はあまり感心しないんじゃないですかね。どっちかというとこのペアの動きからいきますと力強い動きの方がいいと思いますね。こういう柔らかい、もうそのムーディーな部分はちょっとちぐはぐな感じがしますね。難しいですよね。はい、やっぱり自分たちの個性に合った音楽を選ぶということはものすごく大事なことですから。でも同じような曲ばかりを選んでいると違うものも滑りたくなるんでしょうね。聴いていい音楽と滑れる音楽とはまたちょっと違うんですよね。その人 のタイプにもよる、技術にもよる。だからよくいい音楽だなと思って上手な人が滑るのをよく真似して使う人いるんですが、使ったらもう全然合わないっていうのがよくありますね。このペアの動きっていうのは非常に単調ですよね。はい、
だからこの音楽とはもう全然関係なく滑ってるっていう感じになってしまう。そうですね。カナダのペア、ジョアンナ・プーリー、ケビン・マグワイアでした。あのカナダのペアっていうのはね、伝統的にあの非常にユニゾンとかそういう面いいんですけどね、このペアに関してはまあ、あの 4.45 ぐらいがいいところじゃないかなっていう部分ですね。そうですね。あのこういうカップル競技ですと、滑り終わった後どういう滑りだったかっていうのは大体見て分かりますね。そうですね。2人が仲良く話してない状態ですもんね。もうこれあの表情から言ってもなんかもうどうなっちゃったんだろうっていう、そうですよね、そんな感じですよね。まああのスロージャンプのね、あのミスなんかでもやっぱり男性の方がいつものタイミングとは違う方向へ投げてるわけですよね。ですからどうしても回転が強くなってしまう。やっぱりほんのちょっとしたことなんですけどね、もう非常にそこら辺が難しいですね。そうですね。まあやっぱりあれだけミスが多いとですね、まあ、せいぜい 4.5 くらいまで、ね、そうですね。技術点は 4.2 から 4.5 という、4.6 が一つありますね。あ、そうですね。セカンドマークももうちょっと上げるのはしんどいところですね。似たようなもんだと思うんですよ。まあ上げてる人もいますけど下げてる人もいるっていう、ね、そうですね。 4.1 から 4.8 という評価でした。2002世界ジュニアフィギュアスケート選手権ペアのフリースケーティング、ここからは最終グループに入ります。中国のペアです。ヤン・ディン・ソン・フェイ・レン、女性17歳、男性19歳、ショートプログラムでは第3位でした。まあ、あの最終グループの一番滑走にこの中国ペアが出てくるということは、はい、この彼らの演技次第によっては優勝もありうるわけですよね。そうすると後にどういうふうに影響するかということで非常に興味深いですよね。そうですね。特に大技持ってますからね。はい、非常に技術的評価の高い4回転持ってきますかね。さあ4回転のトーループ、素晴らしいですよね。ちょっとタッチしてるかもしれませんけどね、降りた時ですよね。高さといい、やっぱり回転といい、やっぱりもうほとんどコントロールされてますからね、はい、さあこれがツイスト、これはもう4回転やるか。あ、これはそうじゃないですね。ダブルアクセルからトリプルトーループ、これは回転が違いますね。そうでしたね。女性が少ない回転でした、
ソロジャンプのトリプルトーループは綺麗に見えましたね。変化のあるリフトですね。もうこの組はもう技術的な面で点を稼がなきゃいけませんからね、はい、非常に思い切りのいい演技をしてますね。あ、これは素晴らしいですね。高さといい、距離といい、まあ、これはキャリーリフトですね。これはサイドからのアクセルリフトですね。サーキュラーステップ、あ、これ浮きましたね。これは違反ですね。途中でちょっと申し上げようと思ってたのは、女性の動きがですね、彼女の方がちょっと硬くなってましたね、ですからいつもの動きから比べるとちょっとギクシャクした面があったんですね。やっぱりそれがやっぱ後半になってきていろいろこうミスにつながっていますね。やっぱり最後の方のミスは大きいですね。もうこの、わー、これは素晴らしいですよ。やってきましたね。もう4回転もこれだけやっぱり高さであってやってくるっていうのは大変なことですからね。まあ、これはソロのトリプルトーループですね。このジャンプも大変良かったですね。技術的な面だけで見たらもう本当に難しいものをやってますしね、これはシニアでもできないようなことをやってきてますからね。ループリフトからのもう変化ですね。ダブルアクセル、これはもう完全にバランス崩しましたね。そうですね。まあ、もともとがセカンドマーク、芸術点で点を稼ぐペアじゃありませんからね、はい、技術的な面でもううんと点を稼がなきゃいけないわけですよね、それがやっぱり大きなミスが出てしまいましたからね、それだ、また高く評価されるものも持ってやってるだけに、残念ですよね、まあ、もしその完全にミスなしく滑れば技術点でもう 5.5 以上の点数を確実に取れる技術を持ってますけど ね、 そうですね。もうセカンドマークはもう間違いなくもうコンマ2コンマ3もう下がってしまうペアなんですよね、そこら辺がどういう風に出るかですね。やっぱりそうですね、技術評価は 5.2 から 5.5、 そしてプレゼンテーション表現力は 4.8 からになります。上が 5.4 でした。まあ
このペアの持っている今課題ですね。そうですね、でもこれだけできるっていうのはもう大変なことですよ。そうですね、カナダのペアです。カーラ・モンゴメリー、ライアン・アーノルド。女性はショートプログラムの時には16歳でしたが、このフリーの日17歳のバースデーを迎えました。2人とも17歳のペアです。ショートプログラムでは第4位でした。まあ、バランスはいいんですけどね、それだけにやっぱり男性に負担がかかる可能性が多いんですね。だからロングプログラムになった時はやっぱりスタミナと、それからジャンプがどういうふうに出るか、そこが問題ですね。トリプルツイスト、まあ、これも、まあ、4日かかってしまってコラプスですね。ダブルサルコですね、トリプルサルコ、これは完全にミスですね。もう2人のタイミングがまるっきり違いますからね、はい。ミスがどう響くかですね。そうですね、トーラッソですが、やっぱ動きにスピードがありませんよね、やっぱりちょっとこう男性の方が持ち上げるのにもう一つっていう感じですよね。ダブルアクセルからダブルと、まあ2人とも成功はしてんですが、飛ぶタイミングとかリズムが違いますね。そうでした。反ってしまったんですね。ですからもうコントロールできなくなってしまう。カナダのペア、カーラ・モンゴメリー、ライアン・アーノルドでした。
ペアとしてのですね、雰囲気っていうのはあるんですが、まあ、技術的な面から言うともう2人のこうジャンプとかそういうところでのタイミングっていうのはまるっきり違うんですよね、はい、ですからそういう質的な部分での評価は高くできない、ですからどうしてもそういう面で点が出てくる、こういう今サルコー飛んでるんですが失敗はともかくとして踏み切るタイミングとかなんかまるっきり別の動作になってしまうんですよ ね、 だからそういう面で の部分がやっぱりまだまだなんですね。ここもタイミングですね、そうですね、やっぱペアの場合大事なのはユニゾン、まあ、2人の調和ですね、2人が本当に一体になって動くっていうのが大事なわけですね。そういう面からいくと、まあ、ややそういう面に欠けてる。ただプログラムとか音楽の表現とかっていう面ではそういういい面もでありますのでね、どっちかというと技術面の方が、まあ先に行っちゃって、だから女性がやっぱ真正面に来てないんですよね。まあ、まあ年齢的にも同じというようなことでですね、やっぱりその2人の雰囲気やなんかは、まあ、それなりにいいもあるんですけれど、技術的な面に見た時には2人のやる内容が違いすぎるんですね。だからこれからの課題でしょうね。得点が出ました。ファーストマークです。テクニカルメリット 4.6 から上 4.9 です。5点台に届いていません、まあ、この出来ですとね、やっぱりそのベリーグッドっていう意味の5点台っていうのが難しいでしょうね、はい、まあ、セカンドマークの方がいいでしょう。そうですね、プレゼンテーションの得点 4.6 からになります。上は5点台 5.0 が2つあります。ロシアのペアです。エレナ・リアブチュク、スタニスラフ・ザハロフ、女性16歳、男性20歳です。女性はウクライナ出身です。ね、中国も含めて優勝がかかってますからね、はい、その辺のプレッシャーがどうかですね。そうですね、ショートプログラムでは2位という成績でした。これはいいトリプルツイストですね。もう本当に完全にキャッチして下ろしてますからね。トリプルトーループ。このペアは男性が非常にしっかりしてますね、はい、ですから今のスロージャンプなんかでも投げる方向がきちっと決まってますね。女性の方がむしろフリーレグなんかの抑えが甘いですね。男性がすぐ片足になってますね、はい、ああいうところはやっぱり技術的に評価されますね。
スロー、トリプルループ頑張りましたね、はい。ダブルアクセルからのシークエンスですけどね、やっぱあの先ほどあの女性の方のフリーレグが甘いというふうに申し上げましたけど、やっぱ後半になってきた時にやっぱりそういうところで抑えがちょっと甘くなってますね、はい。ややスピードがなくなってますけどね、うまくまとめようとしてますね。ロシアのペア、エレナ・リアブチュク、スタニスラフ・ザハロフでした。まあ、ダブルアクセルシークエンスで、まあ、あの女性の方が転倒しましたけれどね、それ以外は非常にうまくまとめてますね、まあ、特にあの目についたのは男性 の, あの滑りがいいっていうことですね、はい。やっぱりあのこれだけしっかりしてるとやっぱりあのやっぱサポートうまくできますよね。もうキャッチした後もすぐ片足になるし、リフトの後もすぐに片足になる。本当にそういう面でこの男性のポジションというのは素晴らしいですね、ええ、女性は本当にいいものを持ってるんですが、ややまだあのフリーレッグとかそういうあのポジションに甘さがありますね、ええ、ですからあの男性の方がむしろ目についてしまう。本当はこういうペアの場合は女性の良さがもう自然に出る、ええ、男性はあの影に回ってる、ええ、だけど素晴らしいっていうのがこれ一番いいわけですよね、ええ、あのこのペアの場合は男性の良さの方が表に出てますね、ええ、あのフットワーク、力強さ、それからジャンプなどの技術的な面、そういう面でこのペア、これまでのペアの中でこの男性 の, あの良さっていうのは素晴らしいですね、はい。技術点が出ています。テクニカルメリット、はい、やっぱり高いですよね。 5.1 から上 5.4 まで出てます、はい。そしてプレゼンテーションです。こちらも全てが大体2点なんですね、はい。 5.0 から上 5.4、 5.4 が2つあります。まあ、この男性とですね、先ほど滑ったあの同じロシアのですね、はい、マリアのムアルトーバーですか、はい、彼女と組んだら素晴らしいペアではないかなって、そういう感じしますね。なるほどね、同じロシアですね。最終滑走になります。ロシアのペアです。ユリア・カボルフスカやセルゲイ・スラフノフ。いやプレッシャーが相当あるでしょうね。そうなんですね、特にこのペアはロシア国内で1位2位をその前に滑ったリアブチュク・ザハロフ組と争っているペアです。そうですね、今シーズンは敗れて第2位というロシア選手権でのジュニアの成績。このジャンプが大事ですね。ダブルアクセルから入りましたね。まあ、衣装もロメオとジュリエットの感じを出すようにね、はい、やってますけれど、プログラムがあとどうかですね。トリプルトーループ、ああこれは大きいですね。でこのあとこういうふうになくなっちゃうでしょ、はい。先ほどのペアもそうですよね、ええ、やっぱりもったいないですよね。
ミスが一つでなくなってしまうんですよね、プログラム的に見るとその感ありませんからね。ランディングが乱れてますね。ハンドゥーハンドで変形のリフトですね。いいリフトです。サイドダウンで変化させてますね。前半のミスが惜しいですね。そうですね。ペアとしては男子と女子とのバランスっていう面でですね、一番そのバランスが取れてますね。それでしかも、雰囲気を持ってる。だからこの、ロメオとジュリエットのようなこういう雰囲気も感じさせますよね。そうですね。ですからプログラム的な構成と全体から言ったらとても素晴らしいものを持っているんですが、やっぱり最初のミスが大きいですね。女性の動き、男性の動き、非常に2人ともバランスが取れてますけどね。前で滑った、エレナたちのペアとですね、もう好対照なんですけどね。片っぽは男性が非常にもう力強い、それと技術的に素晴らしい。ただし女性の方にやや甘さがある。このペアは2人のバランスがとても取れてる。だけど最初にこういう大きなミスが出てしまった。でしかも中でやっぱりミスした後のカバーが遅れた。だそういう面での部分が採点にやっぱり影響してくるでしょうね。でもジャッジとしては非常に難しい部分ですね。セカンドマークはこちらのペアの方がいいんではないか。それとリフトやなんかも、こちらのペアの方が変化のあるリフトをしてますね。そうでしたね。だからペアとしての部分は、こちらの方がやや上かなと思うような
2人のそのなんていうんですかね、調和みたいな部分っていうかね、ユニゾンの面ではあると思うんですよ。ただあれだけ大きなミスって間が抜けてしまうとね、その部分やっぱり大きく影響しますからね。そうですね。だからジャッジもおそらく分かれるんじゃないですかね。最終滑走です。昨年はこの大会第4位という成績でした。ショートプログラムでは現在トップに立っています。さあ得点が出ました。やっぱり難しい点数ですね。これはもう完全にあの先ほどの部分と行くとセカンドマークがどう出るかですね。そうですね。ファーストマークは 4.9 が1つ、他5点台、上 5.4 でした。やっぱあのミスが影響してますからね。そしてセカンドマーク 4.9 が1つあります。上 5.6 まで出ていますが、セカンドマークはあのプログラム構成とかそういう面ではこちらのペアの方がいいんです。男女 あのフットワークとかそういうところがいいだけど、総合的に見たときにやっぱりミスが大きく響いたとということですね。だからあの絶対多数みたいな1位はないわけですよね。はい、4対4ぐらいですよね。分かれてましたね。まあ、中国が一つ持ってましたからね。だからこれは本当に大接戦の試合だったですね。そうですね。結果はロシアの